コンコン、キコちゃんの中の人です。プレイステーション4版メタルギアソリッド5ファントムペイン、ウキウキ実況動画続きを再開したいと思います。エメリヒ博士を助けに来たのですが、さらに奥の基地に連れて行かれました。なんだろう、やっていましたらムービーになって、とエピソードな、あれまた新しく始まったので、ミッションなんだかサイドオプスなのかわからない状態になってきました。そして今、はい、前回の動画でサンドストームさんがやってきまして、サンドストームさんが出ているうちにそのまま通り抜けようかなと思ったところですが、あまりにも敵に近づきすぎて見つかってしまいました。ここも初めて来たところかな。すごい広いです。一体どの辺なんだろう。今までのミッションは 何回か来たことあるところが舞台になっていて、ここはどうなんだろう。今回はずっと徒歩で移動です。あの車の方を持ってきたのですが、道中クワイエットと出くわしまして、車で走行するのが困難となりました。それでずっと徒歩です。D ホースちゃんと DD ちゃん一緒に連れてくるのかなと思ったのですが、どちらか片方じゃないとダメとのことで。しかし、D ドッグちゃんとても勇敢で賢い子です。敵に見つかりそうになったところを襲いかかって足止めしてくれました。すごくいい子です。そして今どの辺だろう。ああ、もうちょっとです。もうちょっとなんですが、まだ遠いです。このまま行くとあそこの2体の兵士と勝ち合いそう。あ、思いっきり勝ち合いますね。いや、後ろから奇襲。このダンボールさん、あれ、あ、大丈夫かな。あ、前方に、あ、ありが、あ、おっとっとっと、後ろにもちょこっと薄ら見えます。何体いるんだろう。2人来る。あ、武器が、
ほい。サクッと、あれ？火を構えて。どこだろう。また2人の兵士が釣れました。嬉しい嬉しい。回収する。了解だ。ああ、3人もいるです。ずっとあそこにいる。ちょっと日が暮れてきました。どうだろう、だいぶ近づいてきたかな。近づいてきました。そろそろ敵が見えてくるので。あ、あ、なんだろうここすごい。うわぁ、大きな壁が立ち塞がっています。ここもすごい大きな基地になってる、なっているんでしょうか。先ほど行ってきた基地も大きくて驚きましたが。あ、見張り台に兵士がいる。サーチライト出してきた。ここは登れない。正面から行くか。あ、こっち向きそう。え、あ、どうヘリの音がする。あ、まずい。敵のヘリがこっちに来る。止まります。ん、あれ、あ、向こうに行きました。じゃあそのまま進みます。あ、サーチライト向こう向いてますね。こっちは見ない。着いた。中央ベースキャンプ。あ、大きな壁かと思ったら大きな門でした。ここはそして閉まらない。でもなかなか大きいですね。ん？なんだろう。あ、あそこ扉見えるです。
ここ扉？壁？あーどうしよう、ヘリ、ヘリ来ないというようですが、え、向こうから来るの？後ろから。よし、岩陰に引きずり込みます。あ、これはすごい重要な、重要な情報がいきなり。これはすごいです。よっぽど助かりたかったのでしょうね。もちろん助けてあげます。ベースキャンプに行ってゆっくり休むといいよ。すごい重要な情報を教えてくれてありがとう。これでエメリヒ博士の場所が判明しました。ここ、あー予測範囲になってる。エメリヒはその施設にいるらしい。入り口はどこだ？ここ、これも、あ、入り口、あ、ここの狭いんだけ？ん、あれ？ここ。あ、いや、こちらは違いますね。こっちは、右側は。すごい敵が集まってる。こんな赤いとこに敵がいる。ここから左に沿って中に入り込む。ヘリはどこまで来るだろう。来たら段ボールさんに隠れますか。ここは通るしかない。ヘリは岩陰。うわー、ここすごいど真ん中。あー敵いそう。あ、います、います。ダンボールさん、お助けを。ヘリが来てる。あ、あ、まずいです。うん、ずっと同じところを巡回してる。目前まで迫っているようだな。あ、ほんとだ。中にすごい。あ、これは。まずいものが配備されています。アナリシスコンプリート。